はい、どうも誠です。今日はね、アレクサンドロスのガールズ A の解説をしていきます。でチューニングが、ドロップ C シャープですね。6弦が1音半下げの、後の弦が全部半音下げです。で BPM が134です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあまず、イントロからサビ手前までやっていきます。ここはね、ずっと同じフレーズなんで、これを覚えれば、いけるんで、はい、ちょっとじゃあやってみます。はい、じゃあここの部分ゆっくりやっていきます。はい、今回結構時間に余裕があるんで、ちょっと細かく説明していこうと思います。最初の音が6弦開放の一発鳴らして、であとはブリッジミュートです。で次が5弦の1フレットで開放で、次6弦の3フレットです。で6弦の5フレット、3フレット、2フレットです。はい、こんな感じです。はい、じゃあ続いてサビのパートやっていきます。はい、ここは全部パワーコードです。でまたいつもと同じように、ルートの音をフレットで言っていきます。最初の音が5弦の1フレットです。でその次が6弦の3フレット、あんでこれドロップ C シャープ6弦下げてるので、ここの縦3つ押さえればパワーコードになるんで、その次が5弦の3フレットです。次が5弦の5フレット。今日は結構時間が余ってるんで、普段しないような解説をしていこうと思います。で一番基本的なこのパワーコードなんですけど、分かるぜっていう人はもう飛ばしちゃってくれていいんで、まあ、飛ばすとこの動画終わるんですけど、まあ、一応基本的にルートの音とあと5度の音、この2つの音だけを鳴らすんですけど、でこの場合に一応小指で押さえる人と、でこの薬指で押さえる人がいます。ちょっと分かりやすいようにこう広げてるんですけど、今は、まあ、別に中指でも押さえようと思えば押さえれるんですけど、
まあこういう人はまあ見たことないですね、僕は。なんか薬指で押さえるか小指ですね、この2パターンのどっちかが多いと思います。でこの押さえる時なんですけど、ルート、まあ僕薬指なんで薬指で解説します。ルート5度で、後の弦は全部ミュートします。軽く押さえて、僕6弦は中指で押さえて軽くミュートして、であとの上の 1,2,3 弦はこの小指で軽く触れて音が出ないようにしてます。でまああとルート5度で、さらに上のオクターブ上の音も鳴らしてる人結構多いですね。僕は基本的にこれでやってます。プラス上の5度のオクターブとかも、まあ、鳴らそうと思ったら鳴らせるんですけど、まあ、結構ジャンルによってはねこれを使ってる人も多いんで、まあ状況によっていろいろ使い分けるのがいいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じで、また不定期にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あと下の概要欄に各種 URL、各種 SNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。